最近 5G の人増えてるよね。長谷川先生もしてましたしね。うん、あ、長谷川先生 5G リコーダーしてましたよ。 5G リコーダー、はい、どんなのリコーダー。いいですか、失礼して。うん、おう、自分のリコーダー。はい。へえ。まあちょっと本当は数学の先生なんですけど。そうだよね。これめちゃくちゃヘビが出てきそうなの。確かに。これは 5G リコーダーなのね。 5G の最先端というか。最先端なのね、はい、エアでやってみます。私弾くんでエアでやってみます。エアでやってみます。出させていただくんで。あ、わかりました。そんなシステムあるんだね。、はい、いきますね。はい。これ何ですか。 5G ならドコモの 5G、 ドコモなら信頼のネットワークで高速 5G ライフ。もうちょっとだけ 5G 感を出すとどうなるの。 5G 感、じゃあしますかっこいい。ちょっと音高くしてみました。本当ね、はい、最近 5G の人増えてますよね。長谷川先生もだし、うん、5G 長谷川です。出た 5G 長谷川。もっと 5G 感出すとどうなります。5G! すごい長谷川です。すごい 5G 感。じゃあ新田先生が 5G になったらどんな感じ。僕ですか。うん、うん、って感じです。ちょっと待って、どういうことですか。今早いみたいなこと。速さを。ああ、早いよね。イメージしてやったんですけど。そういう感じだね。なるほどね。早い早い。なるほどね。じゃあ橋本先生は 5G になったらどんな感じ。ね、多分ですけど、うん、5G 橋本です。素晴らしい。ありがとうございます。すごい声が伸びてた。ね、素早い声が伸びてた。いや、じゃあ浜辺先生は 5G になったらどんな感じ。浜辺先生はですね、うん、5G 浜辺です。いい、いいですか。普通に終わるかなと思ったら。5G ならドコモの 5G、 5G ギガホなら国内ギガ無制限、データ量無制限キャンペーン実施中。疲れた。やってみる 5G。 だ、全然聞いてない。今回僕たちは学校の先生役でドコモの 5G iPhone のテレビ CM に出演しました。星野さん、はい、撮影いかがでしたか。僕が学生だった頃の先生を思い出したりしながら演じてて、すごい楽しかったです。せーの。それではテレビ CM をご覧ください。テレビ CM って言っちゃった。俺先生、5G って知ってる？グワワクワクしちゃうな、新しいって。はい。ごめんなさい。はい、カット。ミスター長谷川。いや、だから何でも新しければいいっても…あ、電話だ。スタート。あ、もしもし。あ、めっちゃ自然今。ちょっと入れます。これいいです。あ、はい、お願いします。めっちゃ頑張ってください。頑張ってください。あ、でも、あ、じゃあ、はい。TKG って何ですか。卵かけご飯です。あ、そういうことか。いました。全然聞いてなかった。全然聞いてなかった。そうでしょ。はい、カットでーす。これ裏返ってた。はい、カット。